はい、どうもミニマリストたけるです。本日はですね、ミニマリストキーさんのお宅に来ております。では簡単に自己紹介をお願いします。はい、ミニマリストキーです。ツイッターとブログをやっていて、ミニマリスト歴はだいたい1年ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。で、今回の動画では実際にミニマリストキーさんのルームツアーをしていきたいと思うんですけども、まずこちらの、アパートの間取りってどれぐらいですか？ワンルーム 1K ですかね。あ、 1K、はい、で、広さが4.5 畳ぐらいということで、まあ、非常にコンパクトな暮らしをしているわけなんですけども、ちなみにお部屋の見どころといいますか、こだわりポイントってありますか？と、物を大体、モノトーンでまとめているので、うん、あ、なるほど、はい、なるほど。白と黒がちょっと多めですもんね。そうですね、そこがこだわりのポイントですね、はい、ということで今から実際にルームツアーをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。玄関からお願いします。はいはい、気になるところは、これってあれですか、渋さんのやつですね。あの、何でしたっけ、デブライクブレイクバック、はい、あったの方、なるほど、買われたんですね。これ買いました。あ、これも、これも渋さんで、渋さんのスーパーエアライトで、実際これ買ってみてどうですか？これ買ってみて、やっぱこれ、はい、ほんと軽くて、うん、ほんとポケットとかに入れといてもいつでも出せる、うん、感じで、うんうんうん、でこれも毎日職場に行くときに持ってってるんですけ ど、 あ、なるほど。で職場に行くときは、ポケットに入れといて、はいはい、で帰りに、スーパーで買い物したときにこれを使うって感じで毎日使ってて、かなり便利ですね。なちなみに、普通のなんかビニール傘みたいなのはもう持ってないんですか？あ、そうですね、これ1本ですね。あ、これ1本、はい、で、こちらが、鍵ケース。そうですね。でもこんな風になんかかけられたらすごいいいですよね。置かなくて済むし。そうですね、床に置かなくていいっていうのがかなりいいかなと思います。で、下の方に行きまして、はい、まあ、こちらが玄関、まあ、靴がたくさんあるんですけども、はい、まあ、こちらに2足と、あと奥の方に3足、はいはい、そうですね、これで、まあ、計5足ですね。5足っていう感じで、はい、これなんか仕事用とプライベート用でなんか分かれてます？そうですね、はい、基本的に仕事は、はい、会議とかあるときは、こちらと使ってて、普段は、私スーツを着る仕事ではないので、うんうん、こちらですかね。普通にスニーカーとかスニーカーを使ってるって形です、ね。あ、はい、なるほどなるほど。じゃあちょっとこちらに行きまして、玄関横にクローゼットがあるということで、はい、じゃあ実際にちょっと上から見ていきたいんですけど、はい、上にある服は実際どんな服なんでしょう？上にある服は、まあ、はい、ここは仕事で使う服、うんうん、で、あとはプライベート で下がボトムスって感じで、あ、なるほどなるほど、下に履くやつと上に着るやつが、はい、あ、そうですね、分かれてるって形ですね。なんかここもすごい統一感がありますね、はい、白、黒、グレーで、こちらも割となんか青とか黒めの、そうですね、はい、ズボンが多いっていう感じで、なんかこの辺で気をつけてることとかありますか？クローゼット収納で。クローゼット収納、やっぱ色はある程度色分けをしていて、うんうん、で、すぐに何がどこにあるか分かるようにはしてあります、ね。いや、これすぐに分かりますね、これ。そうですね。はい、ちなみに仕事着も含めてどれぐらいの服とかがあるんでしょう？仕事着含めて多分30ぐらいしかないと思いますね、はい。プライベート用の服は大体どれぐらい？プライベートは多分25とかですかね。25ぐらい、はい、まあ、でもすごいなんか色の統一感もあるし、まあ、こんな風にすごいコンパクトに収納されてるので、なんかすごいスッキリして見えますね。多分もともとここって洗濯機場ですよね。そうなんですよね。普段洗濯機ではしてない。洗濯機ではしてなくて、この近く出たすぐにですね、コインランドリーがありまして、そこに3日に1回通ってるって形ですね。なるほど、はい、あ、だから例えばその仕事着が今4着、まあ、上に羽織るのがあって、はい、で3日目とかに、はい、コインランドリーに行って。あ、そうですね。あ、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。はい、でこちらが水回りユニットバスになると思うんですけども、この収納がすごいしっかりされていて、これ普段これ吊るす収納みたいなのをしてるってことですかね？そうですね、できるだけ床には置かないようにはしてます。で、タオル、ボディタオルを、まあ、こんな風にかけられてないっていう感じですね。こちらってもうラベルを取られたってことですか？それは新しく買ったもので、中身だけを、入れ替えてるって形ですね。そういうことですね。容器が違うってこと、はい、そうです。容器がもう違うんですね。で、この容器はどちらで買ったものなんでしょう？はい、容器はそれは100均で買ったものですね。あ、へえ、こんなシンプルなものがあるんですね。そうですね。普段
パッケージがあるやつだと、はい、どうしてもシンプルにならないので、そうですよね、はい、で、まあ、実際に一つ一つちょっとものを紹介していただきたいんですけども、はい、まあ、これが洗顔フォームで、はい、でこちらはさっきの歯磨き粉です、ね、あ、歯磨き粉、はい、で、こちらはスーツとかシャツとかに使う、はい、デリソデ汚れするものですかね。あ、なるほど。で、こちらはこれはトイレを掃除するもの。おお。で、これがバスクリーナーですね。バスクリーナー、はい、おー、なんかこれ普通の人が見たらなんかどれがなんか分かんなくなっちゃいますよね。はい、で、こちらはこれは、トイレを、掃除するもので、ほうほう、マメピカみたいな。そうです、マメピカですね。あ、なるほど、なるほど。こちらラベル取ったってことですか。そうです、ラベル取ったって感じです。ほうほうほう。で、一番奥にある、それがファブリーズ。ファブリーズ、はい、はい、で、奥の方にもあるんですけど、はい、こちらなんですけど、こんなのがボディーソープです、ね、ボディーソープで、僕が、はい、コンディショナーとシャンプーって感じですね、はい、まあ、奥の方に、はい、これジェルクレンジング、はい、そうですね。で、こちらにそれ洗顔を泡立てる、あ、洗顔の、はい、ははは。で、こちらが掃除用のスポンジっていうことですね、はい、こちらに行きまして、はい、こちらの上にあるのがハンドソープですか、はい、そうですね。で、こちらに歯ブラシと、これ置くのが無印ですね。無印良品のものです、ね、はい。で、こちらが、これも無印良品。無印良品の化粧水と、はい、そうですよ、導入液。おー、化粧液。はい。無印良品と。そうですね。で、ニベアがあって、ワセリンがあって、はい、これはワックス。それヘアワックスですね。で、これは香水ですか。はい、それ香水です。おしゃれ。これすごいな。これ入れ物すごいおしゃれですね。そう、入れ物おしゃれですよね。そのまま置いてても結構。なんか映えますね。はい、そうですよね。で、こちら上の方にハンガーがあるんですけども、はい、このハンガーは洗濯用ですか。そうですね、洗濯用で、すぐこう、ここで洗濯をすぐこちらにかけられるっていうメリットがあるので、なるほど、そこに吊るしてるって感じですね。そういうことですね。で、こちらが吊るす収納、これ無印の、はい、無印収納ですね。はい、で、こちらの中に入っているのは何があるんでしょう。で、これが、眉毛を整えるもので、はい、うんうん、で、これがヘアコーム、うんうん、で、これがフェイスシェイバーで、はい、で、これがペンシルで、はい、これがエチケットカッター、うんうん、で、これが、BB クリーム。あ、これですね。はい、BB クリームってどんなやつですか。そうですね、ニキビとか肌荒れとかを隠 す、ね、なるほど、なるほど、はい、で、これが、日焼け止め。おお、これ日焼け止め、これ海外の海外の日焼け止め。これ、なんかミニマリスト淳さんも同じもの持ってなかったかな。あ、持ってると思いますね。ですよね、はい、これなんでこれを買おうと思ったんですか。夏ってやっぱり、35度以上とかなる日って結構あるじゃないですか、はいはいはい、そしてどうしても流れてしまう、汗で流れてしまうんですけど、はいはい、これは流れないので、一度塗ったらもう汗とかでは全然流れない、落ちない防水機能がついてて流れないみたいなんですよね、はいはいはい、それを知って買ったみたいな。そうですね、35度以上の日はこれを使うようにしてますね。なるほど、はい、そんなのがあるんですね、はい、で、こちらはこちらはデオドラントケア、これがレチノールで肌をターンオーバーしてくれるってものですね。これ週1で使ってます。ターンオーバーってどういうことですか。ターンオーバーって活性化、はい、あ、活性化、活性化してくれる、まあ、要は古い細胞を落として新しい細胞に生まれ変わらせるみたいな、はい、機能があるみたいな感じなんですね、はい、はい、ありがとうございます。やっぱ結構なんか無印が多めですね。そうですね、無印良品が多めですね。はい、ありがとうございます。では続いて、じゃあメインのお部屋に行きたいと思います。で、まあ、向こう側が玄関で、はい、で、こちらの上にも収納があるんですけども、はい、はい、こちらには何があるんでしょう。こちらはフェイスタオルですね。で、ここから、はい、お風呂に入るとき1枚持ってって使うって形、うん、で、その隣が、はい、このブラーバの、お掃除パッドですね。あ、なるほど、なるほど、はい、はい、はい、で、こちらはその隣がおしゃれ着洗いの洗剤ですかね。ニットとか洗うときはそれを使ってますね。あ、なるほど、なるほど。真ん中がワイドハイターを詰め替えたもので漂白剤ですかね。ああ、なるほど、はい、こちらが衣類洗剤、はい、で、これも洗濯用の洗剤という感じ で、はい、これ入れ替えたんですね。あ、そうですね。これは どちらのになるんですか。これはダイソー。あ、ダイソーで、はい、もう一応100円で
こんなおしゃれな。そうですね。ほうほう。こちらのカゴもダイソーですか？こちらのカゴは、無印良品で買ったものですね。あ、なるほど、なるほど。はい、おしゃれ。で、ご自身で、突っ張り棒で。そうですね、突っ張り棒をそこにつけて、置いてるっていう感じです、ね。なるほど。すごい、うまく空間を使った収納ですね。そうですね、収納がないので。おー、はい、なるほど、なるほど。で、その横に、はい、まあ、おカバンがあるんですけども、はい、これ、クリッパってやつですよね。そうですね、はい。うまいことかけられて、はい、みたいな。これ普段持ち歩かれてる感じですか？普段持ち歩いてるバッグですね。あ、なるほど、なるほど。では、続いて、こちら、キッチンに行きますか。はい。こちらのキッチンもすごいスッキリしてるんですけど、じゃあ上の方から、はい。はい。この上の方にあるのは何になるんでしょう？これはですね、はい、ビタミン D で、毎日、寝る前に飲んでるっていう形で、うんうん、ほうほう。で、その下が、はい、ラップですね。おー、このラップのこの収納ケースがすごい透明というか半透明の入ってるんですが、これどちらで買ったんですか？それも無印良品です、ね、無印良品で買って入れ替えるみたいな。そうですね、買って入れ替える。へえ、すごい。でこの炊飯器もなんかコンパクトで可愛いんですけど、それは 1.5 合炊きできるライスクラッカーミニですで、10分で炊けるんですよね。あ、なるほど、はい。こちらどちらで買ったんでしょう？それは、Amazon で。Amazon で、はい。あ、なんか結構ミニマリストさんこれ持ってて、はい、人気ですね、やっぱコンパクトなのは。そうですよね、見た目もシンプルで、そうですよね。で、奥にプロテインプロテインのシェイカーがほうほうほうあるっていう感じ、はい、でその下に食器類ですかね、はい、コップとかあと調理器具か。そうですね、これあるもだけですね、うん、あ、へえ、少ない。見ていくと、はい、まあ、左側からちっちゃいフォークとスプーン、箸、もうこれ一人分ですもんね、当然ながら。しゃもじと、ピーラーと、あとこれ二つともボールですか？ボールと、お皿です、ね。お皿。はい。あ、なるほど。じゃあ食器は、こちらのちょっと深めのお皿と、お茶碗と、はいはい、こちらのガラス製のコップになるんですかね。はい、少ない。これ、なんかここまで減らしたコツみたいなのってあるんですか？以前はすごい持ってたんですけど、はい、一人暮らしなんですけど何人分だよっていうぐらい持ってたんですけど、はい、やっぱこの狭い部屋に引っ越して、はい、まあ、収納がないんで入らないと。なるほど、なるほど。で、その引っ越す前にすごいもう捨てまして、もう必要最低限のもの、これだけあれば大丈夫だろうっていう数にして。はあ、なるほど。まあでも、はい、まあ、いわばここだけで収まるってすごいですよね。そうですね。うん。で、あ、下の方にも、はい、まあ、ちょっとした、ね、まあ、ハサミだったりとか、フライ返しとお玉が吊るされてるみたいな。そうですね。へえ、いや、すごいスッキリしてるな。で、こちらにあるのが、何になるんでしょう？はいはい、こちらは、ジョイの、スポンジを、はい、消毒するものですかね。それ、ラベル取っただけで、シンプルになるんで、そうですね。そのままですね。はい。で、隣にあるのが、キッチンの食器、はい、あ、食器洗うやつとか。はい。で、こちらにフライパンがあって、はい、フライパンは一つだけ、はい、一つだけです。これで基本的に料理する、焼くとか。そうですね、以前ははい、フライパンの銃ってやつ持ってたんですけど、あ、はいはい、あの食器にもなるみたいな、食器にもなるみたいなはい、はい、持ってたんですけど、はい、どうしてもそれ一個だと味噌汁とか、はいはい、カレーとかが作れないと思いまして、汁物ちょっとできないですね、はい、できないと思いまして、この深いものにアップデートしたって形ですね。なるほど、なるほど、はい。こちらのキッチン下収納見ても大丈夫ですか？で、こちらの下には、まあ、扉のところに包丁があって、これ、あれですかね、セラミックでできてるやつですか？あ、そうですね。おー、なるほど。この包丁にされた理由みたいな。あ、この包丁にしたのは、はい、いろいろ見たんですけど、はい、まあ、シューさんが持ってて、あ、これ使いやすいって言ってて、あ、なるほど、なるほど。軽いんですよね、あと。へぇ、はい、あ、本当だ。まあ、はい、コンパクトだし、ね、軽いですね。はい、なんか普通の包丁より多分半分ぐらいの重さで料理しやすいかもしれない。はい、で、まあ奥にあるのがざっくりと、まあ、下の方に米びつがあって、はい、まあ、その上には何があるんだろう。上には上位の詰め替えと、はいはい、あとスポンジの替えと、はい、あとパン粉と、はい、あと奥にあのクレアチンがありまして、あ、なるほど、なるほど。で、その上にあるのがタッパーですね、うんうんうん、で、その大きいのが、毎日飲むプロテイン。おー、でかいな、これ1キロぐらいの1キロぐらいのやつですね。これ何味ですか？はい、ここチョコレートです。あ、チョコレート、はい、飲みやすいやつが、飲みやすいやつですね。ほうほうほう。で、その脇が、はい、固定の Wi-Fi なんですけど、はい、この物件固定の Wi-Fi がもともとついてまして、あ、なるほど。でも私ポケット Wi-Fi 持ってるんで使わないんですよね。あ、そういうことですね。なんでそこに入れてるっていう。なるほど、なるほど。で、冷蔵
倉庫の中って見ても大丈夫ですか？はい。はい。ああ、でもすごいスッキリしてますね。じゃあちょっと簡単に何があるのかっていうのを見ていくと、じゃあ扉から、はい、はい、こちらはオリーブオイルかな。オリーブオイルですね。はい。はい、でこれがチームのニンニクで、醤油、バターで、それ豆乳でプロテインに、全部プロテインに豆乳で飲んでるので、へー、マヨネーズでケチャップ、醤油、はい、醤油もちゃんと食べる。そうですね。ほうほうほう。でこちらにあるのが。はい、上が大体調味料って感じで、調味料系で、はい、下が、下が味噌とか、と卵、あと卵、玉ねぎと、あと生姜、はい、砂糖ですかね。ほうほう、はい、上にあるのは昨日作ったなんか食材とか、ね、なるほど、はい、ありがとうございます。いや、この辺もすごいすっきりしてますね。で、じゃあこちらがメインのお部屋になるわけですが、こちらに吊るされてるものは、はい、こちらがポーチ。そうですね。で、こちらは手作業トートバッグ、はい、これなんか使い分けみたいなのってあるんですか？コーディネートに合わせて使うっていう形ですね。そういうことですね、はい、へー。でこちらにまたなんか同じようなコートかな、ちょっと若干違うのか、はい、若干違う。へー、これもなんかまた普段のファッション TPO に合わせて使い分けるみたいな。そうですね、使い分けるへー、ね、なんかキーさんあれですか、もしかしてファッション好きの。あ、服好きですね。おー、なるほどなるほど。キーさん昔アパレルの職業に疲れてたこともあって、まあ、服がすごい好きっていうことなんですよね、はい、なかなかミニマリストでは珍しいのかなと思っちゃうんですけど。あ、そうかもしれないですね、はい、でこちらがもう一つカバンがあるんですけども、はい、あちらのカバンと、はい、まあ、こちらのカバンで何か使い分けみたいなのはありますか？あっちは普段使うものなんですけど、はいはい、こっちのリュックはやっぱ長い出張とか、なるほど、の時にやっぱどうしても荷物が多くなる時にスーツケースを持っていないので、うん、やっぱりそのちょっと大きいカバンが必要だなと思った時にそっちを使うって形ですね。なるほど、はい、出張とか旅行の時にこちらのカバンを使うっていうことですね、はい、なんかあんまり大差大きさが変わらないのかなと思っちゃうので、若干大きいんですかね。そうですね、若干大きいですね、結構入るんですよね。なるほどなるほど。いやでもこれだけでカバン一つでもう旅とか出張ができちゃうと、はい、そうですね、はあ、なるほどなるほど。いやこの辺もなんか黒で統一されてるからなんかすごいおしゃれに見えるっていう、後ろのなんかコンクリートの壁と映えますよね。そうですね、はい。で一つ気になったのが、はい、このコンセントに刺さってあるやつって何なんでしょう？あ、それブラーバの、はいはい、ブラーバ装置してまして、はいはい、その充電が切れてそこで充電してる。あ、これブラーバの充電なんですね、はい、なるほどなるほど。でブラーバで、はい、まあ、普段掃除してるっていうことなんですけど、はい、まあ、確かにクイックルワイパーとか掃除機がないっていう、はい、はい、そうです。もう掃除いらずですかこれで。一応ブラーバする前に、はい、コロ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 みたいなのでガーってやってから、なるほど、ブラーバーから結構でコロコロはあるんですけど、掃除機とかクイックルワイパーは持ってないですね。はい、もう掃除がもうほぼいらないっていう、はい、いやいいですね。でこれいいですね、ワンポイントで、はい、これ本物ですか？あ、それは本物じゃないですね。あ、なるほど、はい、まあ、ちょっと癒しのために。そうです、癒しのために。これ昔から置いてあったんですか？あ、そうですね、それは昔から緑があった方がやっぱなんか癒されますね。そうですね、癒されるから、まあ、置いてるって感じ、なるほどなるほど。ちなみにこちらのリングが2つあるな。これはリング、今1個つけてるんで、そこ普段3つ置いてて、はい、気分に、はいはい、これですね、これですね、で3つ置いてるんですけど、うん、気分によって3つつけたり2つつけたり。あ、なるほど。これは何ですか？それはバングルで、夏ってどうしてもやっぱ身軽になっちゃうので、はい、ファッションで、うん、ワンポイントが必要なので。なるほど、はい、アクセサリーってことですか？アクセサリーこれなんだろうなと思って。なるほど、やっぱりそのファッションに普段こだわられるから、まあ、ちょっとねワンポイントアクセサリーでもちょっとおしゃれしようかなみたいな感じですね。でこちらに、はい、あるのが、まあ、一番下がちょっと書類っていうことなんでお見せできないんですけども、はい、まあ、一番上に MacBook があって、はい、こちらはマットか。マットですね。で下にあるのは実際どんなものなんでしょう？一番上にあるのは、はい、日用品でして、ちょっとお見せしていただいてもいいですか？まあ、雑に入ってるんですけど、はい、まあ、ざっくり。あ、はい、なるほど、さっき言ったコロコロがあったりとか、はい、まあ、トイレットペーパーとか、はい、なるほどなるほど、日用品が入ってるっていう、はい、形ですね。 ありがとうございます。でもなんかすごいすっきり収納されてますね。はい、はい、でこちらにあるのが、こちらにあるのが、カメラのグッズでして、ほうほうほう、自分カメラが好きなんで、ここにレンズとか全部入れてるって感じ。
へー、本格的で、なんかこれはなんか充電器系ですね。そうですね、充電器系とかフィルターとか入れてる。なるほど。いや、この辺の収納もすごいスッキリされてるじゃないですか。で、日用品がなんか趣味のものも含めて段ボール2箱で収まるみたいなやっぱり減らしたんですか。だいぶ減らしましたね。で、ちなみにこの箱もすごいなんかおしゃれなんですけど、はい、これどちらで買われたとか。こちらは、バンカーボックスって言って、やっぱどうしても段ボールに入れてると、うん、やっぱあの部屋の雰囲気に合わなかったので、ずっと探してまして、で、アマゾンでこちらを見つけて、うん、白をやっぱ貴重にしてたので、うん、この部屋に合うかなと思って買ったんですけど。おいくらぐらいするんですか。で、3つで2000しなかったと思いますね。はい、まあ、でも確かに、はい、あの茶色い段ボールを置くよりは、はい、こういう箱を置いといた方が、やっぱりなんかその壁と一緒の色じゃないですか。はい、すごいおしゃれですですよね。そうですね、統一感がありますよね。で、こちらに吊るす収納が、はい、こちらはあれですね、ケーブルとか充電器類をここに。なるほど、なるほど。感じですね。ほうほうほう。まあ MacBook の充電器だったり、はい、iPhone とかスマホの充電器ということですね。はい、でこちらが、はい、これがカメラですね。あ、カメラ系の、はい、あ、これがカメラだと、あとここにポケット Wi-Fi が入ってまして。なるほど、なるほど、はい、いや、こういうコンパクトに収納するのもいいですね。これちなみにこちらの収納も、はい、無印良品です。無印良品、はい、あ、なるほど、もう無印で囲まれてますね。そうですね。あ、なるほど、なるほど。で、こちらが普段寝ているお布団になるわけですかね。はい、マットレスなのかな。そうですね、エアリーマットレスの5センチのものを使ってます。へー、これちなみにそのエアリーマットレスにした理由とかってあるんですか。はい、ベッドを持ってたんですけど、はい、この物件に引っ越してくる時に、はい、ベッドだとやっぱタクシーで引っ越せなかったんで。ああ、なるほど。それ探してた時に、うん、エアリーマットレスがいいっていうのを発見しまして、エアリーマットレスに変えたっていう形です。なるほどな。実際ベッドからこのマットレスにして良かったなと思うこととかあります。やっぱ部屋が広く使えるっていうのはすごいメリットですよね。実際ベッドがあるともうここ埋まっちゃうわけですよね。すごい埋まっちゃうと思って圧迫感が生まれると思うんですけど。確かに確かに。これ畳めるので 4.5 畳でベッドあるって相当深刻な。そうですね。なるほど、なるほど。いや、でも確かにすごく広く感じますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回ルームツアーはいかがだったでしょうか。またこの後いろいろミニマリストキーさんに取材していきますので、また別の動画も見ていただければと思います。ということで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。